はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰してます。三好と中野のチャンネルです。よろしくお願いします。ちょっとあの動画後撮りになってるんですが、今回ちょっとねコラボさせていただけるということでありがとうございます。本当にいえいえこちら、まあ、今回なんですけど新快速、やっぱり、ね、関西の化け物列車ありますけど、まあ、それとね同区間で、京都から今日はね新大阪までなんですが、そうですね、新快速と特急はるか、これが同時刻発車するっていう光景が見られるんですよ。で、まあ、その結果どうなるのかっていうところで今回ちょっとお互い二手に分かれて、そうですね、そう、どっちの方が早く着くのかっていうのと、特急って言ってますからね、有料なわけじゃないですか、やっぱり。そうですね、京都から新大阪まで、うん、ただ京都新大阪でもう新快速はもうバカ飛ばすわけで、そうですね、そう、そこでどれぐらいの差が出るんだっていうのでちょっと二手に分かれて今日は検証していきたいなと思っておりまして、はい、じゃあよろしくお願いします。いや、こちらです。まずは京都駅から570円の切符を購入しまして新大阪まで改札の中に入っていきます。電光掲示板を見たらこんな感じ、特急はるか19号関西空港行き10時30分発、右側に表示されておりまして、そしてその左側にも10時30分姫路行き新快速の表示があります。同時刻発車、京都から大阪方面に走る列車が並んでいます。はるかが出発するのは30番線、この0番線を奥に行ったところにありまして、なんでこんな大きい数字かというと、この山陰の3を取って30桁台のホームが作られたと、そのように言われております。新快速は5番線から発車、トレインアプローチングと電光掲示板に踊りまして225系新快速電車、 JR 東海道線山陽本線西に行きます。関西アーバンネットワークの代表格、姫路行き新快速の到着です。スムーズに京都駅に到着しましてドアを開きます、まあ、これがね15分に1本来ますからね、こんな恐ろしいことは本当にありません。というわけで早速10時30分発はるか19号と同時刻発車です。新快速姫路行きに、とりあえず乗っていきます。並走バトルということでね、果たしてどっちが勝つのか。列車は出発、ゆっくりと加速を開始しますが、もう次扉を開くのは大阪府高槻まで止まりません。新大阪までの停車駅は高槻新大阪、一方のはるかはお隣、次の駅が新大阪という形になります。10時30分ということではるか19号も出発したことでしょう。この奥側に見えているまさに30番線がそろそろ見えると思いますが、ここに果たしてはるかはいるのかということですが、これねちょっと今一瞬見えたんですが、はるかはこれ先に出発しているんですね。スタートダッシュははるかの勝ち。このビッグカメラがありまして、ここに見えているホームが30番線、ここからはるかが発着しているんですが、まあ、同時刻発車ということですけれども、日本の鉄道は秒単位でね出発が決まっておりますんで、おそらくはるかの方が先に出発するということになっているはずです。また30番線の方が大阪寄りにありますんで、京都駅を出発するのははるかの方が先、そういうことになったんですね。まあ、世界中別の国に行きましたらね、3日遅れの到着とかね、そういうのがザラにありますから、こう日本の鉄道本当に頼もしいものです。新快速、この京都を出るとすぐにトップスピードに入ります。島本、桂川と一瞬で通過していくことになるんですが、いきなり130キロを出すということでね、モーター音、うなりを立てながら一気に加速、そして今見えてきたのが2パー1系、はるか、お、なんとね、こう新快速の方が上手、スピードを出しておりまして、お、みるみるうちにはるか号を抜いていきます。謎さんと会釈したつもりだったんですが、これは相手には見えていなかったよう、そして先頭部分ももう見えなくなりまして、完全にこれはるか号抜いてしまいましたよ。鉄オタ発狂、こうなったらもう新快速かなうものはありません。桂川を渡りまして、時速130キロに近いスピードにあっという間に入ります。気がついたら2駅先桂川駅を通過。まあ、この区間は複々線、線路は4本あるんですが、新快速が走るのは外側線、まあ、内側線は普通快速用ということでね、内側から抜くことはできませんから、もうこれはね新快速を取っ払うと、それしか方法がないわけですね、抜くには。大阪京都間ではるか号が新快速を抜くというのはもう事実上不可能になってしまったわけですね。今見えておりますのは京都総合運転場、たくさんの列車たちが止まっておりまして、またここを猛烈なスピードで走りますから、ビュンビュンとこう列車が見えるわけですね。時速は130キロ近くなっております。ということでね、時速130キロでのこう鉄道鑑賞ができる、そういうポイントなわけですね。なかなかこれは日本でもないかもしれません。そのスピードを保ったまま長岡京駅を通過。まあ、この複々線の醍醐味はこのようにですね、もう気にせずにどん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 抜かしていけることなんですね。普通列車を見事に抜き去っていきます。
ちょっとねこれリアルなスピードで抜いていきますんでね、乗客の方と目が合って少し気まずいという、そういう状況にあります。新快速列車の車内、特急はるか号を抜いたことなど知る由もなく、いや、まあ、見てる方はいるかと思いますが、あんまりそんなこと考えてないと思います。小さなタイムマシンなわけですね、この新快速。これのすごいところは何事もないようにこれが走っているということになるんですね。よくプロ野球でも言いますが、上手い守備職人ほどイレギュラーバウンドを何事もなかったように裁くと、まあ、そういうふうに言いますからね。列車は通過するんじゃないかぐらいのスピードで高槻駅進入しまして、まあ、これはホームドアがあるからできる技でもあると思うんですが、京都を出てから12分後高槻駅に到着、そしてスムーズに発進していきます。次の駅は新大阪、また再び加速を開始しましてトップスピードに入ります。じゃあこれなんでね、はるか号を抜くことができたのか、新快速特急でもないのにね、なんで抜けたんかっていう話、皆さんも気になってると思うんですが、まあこれは理由がありまして、ぜひ謎さん側の動画とね一緒にご覧いただきたいなというふうに思うんですが、先ほど京都駅を出発した後にはるか号を抜きましたよね。ただあの時ね、はるか号結構奥にいたのを覚えてますかね。これ実ははるかがあの時走っていたのは旅客船、今僕たちがこう走っているような線路ではなくて外側にある貨物船だったんですね。はるか号はこの京都を出発した後貨物船に入って、そして向こう町のあたりで本線、再び僕が今走っているようなところに入り、また新大阪に到着する前ですね、千両川付近かな、そこら辺で再び貨物船に転線して新大阪に到着して、また再び貨物船を通って大阪環状線に直通するという、まあ、そういうルートをたどるんですね。まあ、だからはるか号を少し特殊な走り方をするということで、この2回もね複々線の本線をこうまたぐようなルートを走るということと、また貨物線っていうのはこの旅客船に比べてスピードがね多分そんな出せないと思うんですよね。それはぜひ謎さんの動画をね見ていただきたいと思うんですが、その関係でですね、新快速に先道を譲りまして、そしてはるかと新大阪まで新快速との並走区間走っていくと、まあ、そういうことになるんですね。まあ、これは京都発着のはるかが30番乗り場をね、利用しているというところで、これ一番奥側にありましたから、あそこから直接東海道線に入るということが多分できないと思うんですね。だからその後京都を出発して嵯峨野線をまず通って、そして貨物線、それを通った後本線と合流しまして、また次は大阪環状線までね行くために、はるかっていうのは大阪を通らないんですね。新大阪を出たら次大阪環状線の方に入っていくんで、そのために茨城駅の付近から再び福福線を乗り越しまして吹田信号所に入って梅田貨物線を走ると、まあ、そういう感じになるんですね。まあ、なかなかめちゃくちゃなルートに思われるかもしれませんが、まあ、京都から関西空港までのアクセスをする上で、京都新大阪の利用っていうのはね、それは考える必要はありませんから、ここでは直通運転がなされているということがね一番大事なことだと、そのように思います。見えてきたのは大阪東線、これで合流しまして、もうあっという間に新大阪に到着です。はるか号はねこの線路を通らずに貨物線外側から傍観すると、そういう形になっていると思います。東淀川駅を通過しまして、あっという間高槻駅出発から約12分ですね、結局京都からは30分を切るということになります。列車は8番線に入線、結局一度追い抜いたはるかに抜かれる様子もなく、そのまま新大阪駅に到着しました。京都出発から23分後のことです。というわけで10時53分新快速新大阪に到着中。これは早い、はるか抜きましたよ。ちょっと今からね、京都を同時に発車したはるか19号、これと果たして何分差がついてるかですね。はるか5番線に来るんで、ちょっと5番線に急いで急行します。いや、化け物ですよこれ、マジで早すぎるわこれ。乗っていた京都10時30分発の新快速、この駅を去りました、行ってしまいましたけど、もう一つ同時刻発車したはるかですけど、こちらです、関空特急はるか19号、11時発になってる。これ今の時刻は10時55分。こんなことあんのって話ですよね。つまりですね、これはるか停車駅は京都を出ると次の駅が新大阪、一方で新快速は京都を出ると高槻新大阪、要は停車駅はね新快速の方が多いと。時刻は同時刻発車、いやなんならねはるかの方が先出発してましたからね、追い抜いて抜かれることなく逆に差を広げるというね、もうむちゃくちゃですよ新快速これ。列車に注意との表示、新快速がついてからもうすでに3分が経過しております。そして今やってきました281系はるか19号の関西空港行き、京都、僕が乗った新快速同時刻10時半に出た列車です。意味わからんでしょマジで。
あなた特急料金払ってないのになんで先にいるんですか。いやね、どこが特別急行って何が特別なんか教えてほしいですね。ちょっと逆に新快速が特急ですよね。そうですね、停車駅1個多いですから。それで下は開いてるから停車駅は1個多いけど新快速の方が4分早い。そうそうそう。いやマジでちょっとね、もうバケモンという以外にもう表す方法がないというか、バケモンって言うよりこれがバケモンの気が遅いんだ。そうです、それもあります。これがね、今乗ってこられた特急券だそうですけど680円、あ、間違えた、660円ということでね。いやいやいや、なかなか、まあでも座席の快適性っていう意味では新快速もまあ快適なんですが、まあ、やっぱりそこはリクライニングがついたはるかっていうのもなかなか快適かもしれません。まあ、そもそもこの京都大阪で利用されることを想定してないはずですんで、あんまりね、まあ、確かにここで戦うのはどうなんだって話ではあるんですが、ただ普通に考えてね、せめて同時刻発車ならよ、まだまあ特急がねちょっと差を開くか、またはキープぐらいだと思う。まさかの新快速が差を開くというね。モーター音立てて出発、音しておりますわ。これから貨物線を通って大阪環状線、天王寺からは阪和線、関西空港線と通って終点の関西空港を目指します。というわけで今回は京都から新大阪間で見られます特急と新快速の逆転現象ですね、これのご紹介でした。まあ、ただ遥かに関してもね、なかなか見られない景色、面白いところ通りますんで乗ってみるっていうのもありかと思います。ということで今回の動画はここまで、そしてコラボしていただいた謎さん本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。